砲手は左側に位置して砲を操作する一式 47mm 戦車砲は、大日本帝国陸軍が1939年に開発を開始し、1942年に正式化された合計 47mm の戦車九97式中戦車地波や一式中戦車地平などの手法として使用された。1939年、陸軍技術本部の部案として、 研究を開始した。当時試作中の姿勢 47mm 砲の砲身を94式 7cm 戦車砲の砲画に搭載して試験を行い、その試験成績をもとに姿勢 47mm 戦車砲を設計。1940年6月に第1回試験、翌7月に第2回試験を行い、機能、高換性、弾道性を確認した。 同年9月には、市政98式中戦車地方の砲塔に、本砲を装備し、97式中戦車地派の車体に、搭載して、高端弾道性試験を実施した。翌1941年1月には、陸軍戦車学校及び、陸軍騎兵学校に実用試験を委託し、実用に適するとの判定を得、さらに紹介集を加えて、同年4月、 中性機能試験を実施、精度機能量法効力十分にして、実用に適するをもって、戦車装備用として整備するお様子と判定された。この結果に基づき、同年9月から正式を上進。翌1942年4月1日、一式 47mm 戦車砲として、正式制定された。本砲は97式中戦車及び1式中戦車。 地平の手法として装備された。方針名数は2000発であり、弾薬刀は一式軌道 47mm 砲と共通である。小座長は280から 300mm とされた。装甲貫鉄能力の数値は射撃対象の装甲板や実施した年代など試験条件により異なる。1942年5月の資料によれば一式 47mm 戦車砲と ほぼ同威力の一式軌道 47mm 砲の場合、一式鉄鋼弾を使用した場合は、弾着角90度で以下の装甲板を貫通できた。姿勢鉄鋼弾であるタングステン鋼の身型弾を使用した場合、弾着角90度で以下の装甲板を貫鉄できた。別の1942年5月の資料によれば、姿勢 47mm 砲の後半貫通圧について、 以下のようになっている。姿勢鉄鋼弾であるタングステン鋼の身型弾を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。となっている。姿勢鉄鋼弾である弾丸鋼、第一種平成へのみ形鉄鋼弾を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。弾丸鋼、第一種平成へのみ形鉄鋼弾の不管鋼板圧は以下のようになっている。 1942年4月3日に行われた、路角した m 3系戦車に対する射撃試験では、射距離800メートルにおいて、正面走行を9発中6発貫通、同1000メートルにおいて6発中3発貫通している。1945年7月のアメリカ軍の情報報告書においては、一式47ミリメートル戦車砲により、 M4A3 シャーマンの走行位距離500ヤード以上から貫通することが可能と記述され、実戦では一式 47mm 戦車砲による約30度の角度からの射撃により、M4 の走行は6発中5発が貫通したとの報告の記述がある。また、同報告書には、 最近の戦闘報告から 47mm 砲弾の品質が以前より改善されたことを示しているとの記述がある。1945年8月のアメリカ急陸軍省の情報資料によれば、露角した一式 47mm 戦車砲の射撃試験において、射距離500ヤードにおいて3.25インチの垂直走行を貫通した事例が記載されている。 貫通威力が禁じすると思われる一式軌道 47mm 砲の装甲貫通値については以下のように記載されている。また、1945年3月のアメリカ陸軍武器下の情報資料によれば一式 47mm 戦車砲は射距離500ヤードにおいて垂直した圧円装甲二2.7インチを貫通、垂直から30度傾斜した。 圧煙走行2.2インチを貫通と記載されており、一式軌道4 7ト、mm、ル砲は、射距離1050ヤードにおいて、垂直した圧煙走行2.5インチを貫通すると記載されている。1945年12月のアメリカ陸軍第6軍の情報資料によれば、一式軌道4 7ト、mm、ル砲は、至近距離の射撃試験において、 走行に対して垂直に命中した場合、4.5インチを貫通した事例があったとしている。陸上自衛隊幹部学校選手協官室の所蔵資料であるこの絵第三師団の調整資料、現有対戦車兵器資材効力外見表によると、47TA の鉄鋼弾は、射距離500メートル、貫通庫板厚75ミリメートルとなっており、M4 中戦車の車体側面、 射距離1500メートル、砲塔側面、射距離800メートル、射体前面、射距離400メートルで、貫通、となっている。また、1944から1945年調整と思われる陸軍大学校研究部の資料によると、一式47ミリメートル速射砲は、一種、射距離300メートル、貫通威力84ミリメートル、一種、 射距離400メートル、貫通威力81ミリメートル、一種、射距離500メートル、貫通威力78ミリメートル、二種、射距離300メートル、貫通威力57ミリメートル、二種、射距離400メートル、貫通威力54ミリメートル、二種、射距離500メートル、貫通威力51ミリメートルとなっている。なお、 100メートルにおいて55ミリメートル、1000メートルにおいて30から35ミリメートルという説もある。一式47ミリメートル法用の W-CR 構成の鉄鋼弾は特鋼と呼称され、対戦後半に少数製造された。なお、ニッケルクロム構成の弾丸を特渦と呼んだが、こちらは実際に製造されたかどうか不明である。なお、 一式鉄鋼弾より新型である四式鉄鋼弾は、終戦時に完成品が約5000発、半途品が約3万発存在していた。本法の改良型として、1943年度、一義研修生研究計画に、一式 47mm 戦車砲2型がある。一式中戦車地平の搭載法として、従来の型当て標準方式から、 電波標準方式に変更し、方法弾機の回収、放酬用潜望鏡の付与、撃発方式の電気発火方式への改良などが行われている。本法を基礎とした派生型として、昭和18年度第一陸軍技術研究所、研究計画に姿勢 47mm 戦車砲がある。神経戦車搭載用として1942年9月に研究着手し、 翌年6月に竣工試験、同年10月に実用試験、同年12月に完成の予定だった。第一陸軍技術研究所修正研究計画では、初速740メートル毎秒、高低社会マイナス15プラス20度、方向社会左右角10度など、具体的な数字が挙げられているが、完成予定は1945年3月と、大幅にずれ込んでいる。 大阪造兵省第一製造所の1942年10月末の下方製造完成数によればこの時点でのまた1943年3月末における整備状況調査では昭和17年度に317問製造している1944年9月に兵器行政本部が出した昭和19年度整備に関する機密指示では430問を 予定していた一式 47mm 戦車砲の製造を330門に縮小し、同時に一式 47mm 戦車砲通型150門の追加が指示されている。原乙見製の解雇録によれば、97式中戦車地派の手法を更新するにあたり、それまでの標準であった 57mm 単カノに変えて、 長方針 57mm 砲と 47mm 砲を試作して比較した結果、間鉄力は 57mm が上回っていたが、対戦車砲として 47mm 砲を採用する運びとなったため、戦車砲としても 47mm 砲を採用したという。この長方針 57mm 砲は49、後傾で、初速秒速 830m であったとされる。 ただし、この法についての試験記録、姿勢などに関する資料は他になく、詳細は不明である。本法の姿勢及び作用と近い時期に試験された 57mm 口径の、高所速法としては改造場式 57mm 法がある。同法は、1940年9から11月に試験が行われて、姿勢 47mm 法、らしき 37mm 法、 94式3 7ト、mm、ル砲と貫徹力が比較されており、装薬を4 0 0ムから徐々に増やした結果、実用上の限界所速は秒速7 5 0ルと判定された。また、駆逐戦車用として1941年3月に研究が開始された姿勢 57mm 戦車法は、1944年5月に4式抽戦車値と1号車に搭載されて、 射撃試験を行ったが、試験直後に4式中戦車は5式中戦車者治用に予定されていた5式7センチメートル反戦車砲を装備する仕様に設計変更された。ありがとうございます。